1,2,3 ね、皆さんこんにちは、ひまひまチャンネルです。今回はですね、久しぶりのアルマちゃん登場です。イエーイ。で、今回はですね、日本スクイーズセンターさんからいただいたものと、えっちゃんとスクイーズ交換をしたんですけど、そちらを紹介していきたいと思います。イエーイ。ではね、早速紹介していきたいと思います。川越くんも一緒です。はい、私がアナウンスさせていただきます。お願いね。えい。では早速紹介していきます。こんにちは、えっちゃんです。うぇー、やったはい、プレゼントです。はい、プレゼントです。ありがとう。まずえっちゃんと2000円分交換したものから紹介していきます。まずこちら、じゃじゃん。これはうさちゃんのプニプニ系のスクイーズです。おお、すごいですね。そうなんだよね。ちょっとアナウンス控えめにしてね。はい、わかりました。では開けてみます。これすごい可愛いなって思いました。いろんな作戦もあり、いろんな作戦もあり、いろんな作戦もあり、買ってくれました。選んでくれましたね。これはなんとめっちゃ可愛いうさちゃん、なんか今日の洋服に合ってますね。では触っていきます。めっちゃプニプニで、するとうさぎの耳も本当に伸びて気持ちいいです。次、こちら、じゃじゃん。えっちゃん、ありがとうございます。こちらは、パンダさんの、プニプニ犬のスクイーズです。開けます。これは赤ちゃんパンダ団子だって。じゃじゃん。持ってなかったので本当に嬉しかったですね。すっごい、これは弾力があるプニプニ系で気持ちいいです。こんな感じですごいしっかりしたプニプニ系でおすすめです。かわいいね、見た目が。次、こちら、またまたプニプニ系のアザラシちゃん、ひよこちゃんだね。開けてみます。かわいいよね、ひよこちゃん。でもあれなんだってね、で今の先生、担任の先生、まあ、ひよこちゃん飼ってたんだってさ。それである日ね、赤い、ここに赤い尾とか生えてきて白くなってきて鶏になったんだって。すごいよね。じゃじゃん。もっちりふふふく鶏もちです。すごいかわいい。これも弾力があるプニプニ系で本当に気持ちいいです。おお、こんな感じです。すごい気持ちいい。粉がかかってて手がサラサラになる。次、こちら、東京ベーカリーのミニトースト蜂蜜バターの香り付きのやつですね。開けてみます。じゃん。なんかすごい、持ってなかったんですよ、こういうの。ちっちゃいの。焦げ目がめっちゃリアルで、それにこれにバターがかかってて、バターのところ結構ふかふかしてて柔らかい。で、こことかもすごい柔らかくて、で、ここがちょっとテカッとしてて、本当に蜂蜜バターの香りです。僕食べたいよ。じゃあ食べさせてあげる。うん、僕何も食べちゃうの。スクイーズを食べちゃダメだよ。まあ、スクイーズは良い子のみんなはスクイーズは食べないでください。で、次が、じゃじゃん、ポケットペット雪見アザラシみかんちですね。もっちり、すごいね。これね、今一回オープニングとか皆さんこんにちはっていうの撮るときに見たら、いやーってめっちゃ興奮しちゃって、それで選んでくれたそうです。えっちゃん、ありがとう。開けます。パッケージもすごいの、ヨーグルトみたい。開けたくないよ。じゃじゃん、こちら、本当にキーホルダーもついてて本当にやばい。開けるのもったいないよ、どうしよう。開けるもったいない。あ、でもここ結構ベタベタしてるからまたくっつくと思うので、よかったよかった。オープン。じゃじゃん、すごい。じゃじゃん、すごい、かわいい、かわいい。開けます。わ、
ています。すごい、中にはなんとすっごい気持ちいいです。プニプニで中はなんかちょっとジェル状になってて、なんと中にはみかんが入ってるんですよ。なのでこれが本当にいいところですね。ほらこんな感じです。でこういうねポケットのペットになるから、でこれで最後です。で次になんと日本スクイーズセンターさんからいただいたものを紹介していきます。そちらがこちら、じゃらーん、ジャンボふわもこカップケーキです。イエーイ。これはもうビッグな東京ベーカリーで一番ビッグな東京ベーカリーだそうです。でちょっと種類を紹介するんですけど、これはいちごミルクの香り付き、そしてこちらが日本スクイーズセンター当店限店頭限定原宿ドリームです。でこっちは本当にリアルで、こっちはひまが大好きなパステルカラーを使っていたわよ。では早速開けていきましょう。でなんか東京ベーカリーってあんま低反発ではないよねっていうイメージがある方多いと思うんですけど、今回なんとねめっちゃ低反発って思って、やばいって思って興奮したので、今回はやばいですね。やばいしか言葉が出ないって思って、何の匂いなんだろう。でも開けた瞬間からもう匂いがふわってきます。こちら、わーわー、やばい。匂い嗅いでみます。これはいちごミルクだって。あー、すごい気持ちいい匂い。で、こっちは、あー、なんかめっちゃいい匂い。では、一回触っていきます。あ、空気が抜ける感じなんだ、それぞれ。そうで、ここは本当に低反発でもっちりしてる感じです。空気が抜ける音がすごいです。で、こっちもこんな感じで空気が抜ける音で、こっちはサラサラだけど、こっちは音が良くてもちもちで最高です。これ本当にいいね、おすすめします。はい、というわけで今回はこちらで以上です。今回はいただいたものとえっちゃんからもらったものを紹介したんですけど、2000円交換ですね。皆さんもこれ見つけたらぜひとも、多分もう売ってると思うので買ってみてください。めっちゃ気持ちいいです。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタとサブチャンネルのひまわり TV もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。めっちゃ早かった今終わりが。